新型コロナ後遺症とは、思い出せない症状も。東京都では17日、過去最多となる822人の新型コロナウイルスの感染が確認され、医療提供体制の警戒レベルが最高に引き上げられました。また、回復しても後遺症を訴える患者が相次いでいます。都全体の入院患者数は2000人に迫り、重症者も依然60人を超えています。17日は全国の感染者数も3207人と過去最多となり、東京都の他に宮城県で54人、神奈川県で319人、広島県で138人と、過去最多を更新しました。感染者が増加の一途をたどる中、たとえ回復しても多くの人が苦しんでいるといいます。今年の春から新型コロナ後遺症外来を始めた平畑クリニックでは、これまでに500人近い患者が受診しているといいます。新型コロナウイルスの後遺症とは、一体どんなものなのでしょうか。この日、オンライン診療を受けた男性患者、39歳、に話を聞きました。男性は後遺症は1ヶ月ぐらいずっと。一番辛いのが肺。呼吸が息切れするので。近くのコンビニに行って往復する間に、休まないとちょっと辛い。と話していて、退院後も息苦しさや、頭痛、寒気といった症状に見舞われているといいます。さらに、男性は疲れちゃうと、あまり深く考える余裕がなくなるというか、呼吸が続かないので会話がポンポンしにくい部分があり、人を避けてしまうとも話していました。平畑クリニックの平畑浩一院長はブレインフォグみたいな症状。言われたことが思い出せないとか、何をしようとしたか思い出せないとか、言葉があまり出てこないとか、考えがまとまらないとか、作業に集中できないとか、そういう人が多い印象と話します。こうした後遺症は、重症や軽症に関係なく起こり得るもので、発症すると治療に時間を要すると言います。テレ朝ニュース記事より引用。新型コロナウイルスに感染すると後遺症が残る可能性があり、回復後も苦しめられている人々が多くいるようですね。軽症者にも見受けられるということですので、新型コロナウイルスを甘く見てはいけません。我々は、自分自身で健康を維持できる状態を、日頃から習慣化しましょう。ウィズコロナ、という新たな日常、ニューノーマルに対応していく必要があります。3密を避け、衛生的な生活習慣、十分な睡眠、栄養バランスのいい食事、適度な運動、規則正しい生活、ストレスをためないなどです。当社が自信を持って販売する起源酵素は、低下している免疫力を回復し酵素と微生物の力で抗体を活性化させ働ける体内環境を作る目的のバイオ酵素入り発酵清涼飲料です。酵素は、体の健康的な状態を保ち、病原菌やウイルスと戦う抗体の活性化を促しています。酵素の働きによって健康が保たれていると言っても過言ではありません。起源酵素は、11種類の天然素材と霊峰富士の地下から湧き出たきめ細やかな湧き水で作られており、体に害をなす材料や添加物は一切使用しておりません。最後に、皆様にとってもお得なキャンペーンをお伝えできることになりました。昨年末より、全国販売を開始した記念として全商品 30% オフのスペシャルプライスにて、現在販売しております。よろしかったらこのお得な期間に、起源酵素をお試しください。よろしくお願いいたします。お問い合わせは、エコロジーサービス電話 092-407-3604 までよろしくお願いいたします。チャンネル概要欄にリンク貼り付けておりますので、ご興味のある方は、ホームページも覗いてみてくださいね。この動画にご興味があれば、チャンネル登録と高評価をつけていただけると、励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。カットできる部分。